はい、じゃあ生徒の頼まれた、じゃあ資格にはやっていますね。私も本人の辞典もいくつか書いてあるけど、はい、それは気にせずに。じゃあ行きましょう。2の1。Could you なんとか me where the nearest bus stop is? 最寄りのバス停がどこなのか私に、まあ、言ってください、教えてくださいっていう英文ですね。で、回答はてる。なんだっけ、なんでてるかというと、てるはてる人もの、まあ、ものに当たるのは今回説になってますけど、てる人ものの形を取れると。say の場合は say to me ですね。to がいる。explain, explain to me。話しかける動詞には to をつけるのは原則と。で、mention は mention ものですね。何々に言及すると。他動詞なんだけども、人ものの形は取れないと。人ものの形を取るのはてるだけね。で、2番。私のおじは、多分これはかつては、ユースです。かつて、1日に20本タバコ吸っていましたと。しかし今では、クイットアイエンジ、7つのやめている。いや、タバコ吸うのやめてますと。禁煙してますと。ということで、かつてこれこれしましたと。で、本人書いてるけど、この be used to ing、ing が来た時だけなんだけども、それは何々することに慣れていると。だからこれ、うが引っ掛けね。be used to ing、もしくは be accustomed to ing、あれが引っ掛けね。かとくことはいいです。で、次。これね、地球が主語なんで、これは自分から seeing にしないようにね。人が主語の時は seeing でいいんだけど、分子構文ね。ものだから、人以外のものだから、過去分子。だから、宇宙から見られると、地球は大理石、青い大理石のように見えると。ね、青い球体、大理石のように見えると。ね、球体ってことでまあ、大理石ね。はい。で、次。私の先生は、じゃあ、インセストオン ING ですね。インセストはインセストザット説で、シュッドを使うパターンか、インセストオン ING。ただし、ING が2つありますね。ただしね、私がっていうと、その ING の意味上の主語は前の形にしとかないといけないと。ね。ということは、先生は私が外国に行くことを主張してると。で、いつかって言うと、私がまだ高校にいる間にと。ということで、ええね。で、5番。私は図書館から3冊の小説を借りましたと。で、それら、多分、まあ、関係代名詞なんでしょうけど、私はまだ、家とかあるから、ノットをつけとかで、まだ読んでないよと。ということは、関係代名詞があるのが、これか。none of which か。none of them だったら、ここに and かなんか、but となんか入れとかんときに接続詞ね。で、which だったら接続詞いらないので、それらの、だから3冊の小説のうちのどれも、なんなんないと。まだ読んでないよと。って形で絵にしてください。はい。続いて、ちょっと見えるかな。はい。同じ意味になるようにと。まあ、これ本人書いてくれてるけど。ロバートは、ターンペーパー、まあ、これ楽器ですね。期末の、レポートを書いたと。しかし彼は、次の日それをなくしたと。ということは、ロバートは、で、これ関係代名詞。関係代名詞で、こっち過去形で、こっち過去完了なんだけど、なんでかっていうと、普通に英文書くときは、時間の差は確かに、こっちが新しくて、こっちが古いんだけども、普通、こうやって書くときは、and とか but で接続して結ぶときは、もう過去形、過去形でいいんです。ただし、次のやつは、前後関係必要ですよね。前の日に、前の日ね、previous で。前の日に、書いた、ペーパーを、レポートをなくしたと。だから、こっちの方が古いので、こっち古い方を過去完了、大過去にすると。過去完了ね。だから、新しい方を過去形にすると。そういう決まりがあると。じゃあ、答えハッドリートンね。過去形、過去完了になるようにね。で、2番。私が子供の時に、お父さんは私をパリに連れて行ったと。で、私はまだそのことを覚えてるよと。ということは、リメンバー ING ですね。何々されたの、したのを覚えてると。リメンバーとはこれから何々するのを覚えてる。ただし、これは連れて行ってもらったんだから、お父さんによってね。お父さんによってパリに連れて行ってもらった。じゃあ、受け身の ING 系ね。being taken が回答です。being taken ね。本に書いてくれてるけど。で、3番。これ書いていいのかな。私は、such a as b だから、b のようなね。このような美しい日没、もしくは夕焼けを見たことがない。一度も見たことがないと。ということは、一番美しい、the most とかが回答です。私が今まで見た中で一番美しい夕焼けです。日没です。というふうにしてください。4番。エミリー、これ名前ね。エミリーは、こんな不注意なミスを、じゃあ、cannot have 過去分詞だ。なんなんしたはずがないと。こんな不注意なミスをしたはずがない、するはずがなかったと。ということは、
ありえない、これ不可能なっていうよりもありえないと。it ざっと構文でざっと以下のことはありえないと。impossible ね、本に書いてるけど、impossible を入れてる。エミリーがこんな不注意なミスをすることなんてありえない、起こりえないと。っていう意味で impossible ね。で、次。I will never finish this task in a day, 一日で。even if I work very hard. たとえ私が一生懸命働いた、まあ頑張ったとしても、一日でこの仕事を終えることはないでしょうと。ということは、たとえどんなにか、たとえどんなにハード、だからノーマターハードですね。まあ、本人書いてくれてるけど、単語一個だったら、however hard ね。ね。however hard、how じゃん。ノーマターハウイコールノー、however ね。ノーマターハウイコール however ね。だから、however hard, I work なら正解と。で、これ、括弧3つだから、ノーマターハウね。にしてください。たとえどんなにいいかな。で、あともう一個、こっちの作文の方も頼まれたんで、ちょっとやってみますね。5番。犬と散歩する人は多いけれども、猫と散歩する人はめったに確かいないですね。じゃあ、これ、なんなんする一方でのファイルを書いた方が、まあ、綺麗かなと思います。まあ、バットでもよかったけどね。もしくは、ゾウでもよかったけど。なんなんする一方、これこれだよ。みたいな形の対比は、普通、ファイルを使います。ファイルね。まあ、もしくは、ゾウでもいいです。さっき言ったようにね。なんなんだけれども、日本語に忠実だったら。まあ、ファイルはなんなんする一方で、これこれだよ。っていう言い方で。ということは、多いけれど、とか、メニューでも、アロットブでもいいですね。アロットブ、ピーポーを、犬を散歩する、テイカウォーク、もしくは、ちょっと何パターンか書きます。テイカウォーク、もしくは、ゴーフォアウォークでもいいですね。もしくは、ただウォークでもいいですね。で、ウォークは、なんなんを散歩させるって、他動詞でもあるので、ウォーク、アドグって形でもいい。まあ、この後に、with、まあ、アでも、複数形でもどっちでもいいけど、ドグでも、with ドグズでもいいんだけども、たくさんの人々は犬と一緒に散歩すると。散歩すると。で、さっき言ったように、ウォークアドーグでもいいですよ。ウォークは他動詞で、ウォーカードーグって言い方があるから。じゃあ、これで、たくさんの人々は犬と散歩する一方で、ほとんどの人は猫と散歩しない。って形にしたいと。でね、ほとんどの人は few people を、まあ、people なくてもいいんだけど、few people を、じゃあ、これも一緒ね。まあ、テイクアウォークにしましょうか。テイクアウォーク。with a cat。まあ、その、一匹のって変だから、there にした方がいいか。ああ、これね。there にした方がいいか。ね、まあ、ドッグでもいいんだけど、there だったら、まあ、彼らのだから、ドッグズの方がいいかな。there だったら、ドッグズにした方がいいと思います。じゃあ、few people take a walk with a cat。ほとんどの人、これする人はほとんどいないと。で、日本語を見ると、めったにいないだから、まあ、ほとんどいないでもいいし、もし、ここに value をつければ、ちょっと弱めに、あまり、なんないと。っていう形で、very few でもいいと思います。まあ、もしくは、very がなくても、たくさんの人はこれこれする一方で、これこれする人はほとんどいないと。これで、まあ、別に very はなくてもいいです。ほとんどなんないで来るか、あまりなんないになるかの違いだけで。ね、じゃあ、これで OK、ピリオドね。で次、猫はプライドが高すぎるので、これはじゃあ中学校でやった too 構文ですね。 I can't use too proud too で人とうまく付き合うか、うまく付き合うっていうのは get along with か、 get along with もしくは get along well with でいきましょうか。じゃあ cats、まあ、もしくは a cat でもいいけど cats ということはできないかもしれないか。ということは、proud。proud っていうのはプライドが高い、自慢してるって意味で。cats are, あ、ごめんなさい。cats おかしいな。cats, cats care じゃない。cats are too proud to, ここに目を入れたらいいんか。maybe。かもしれないだから、ここに目入れちゃう。そうざと構文だったら、ざっと以下に目を入れちゃえばいいけど。cats may be too proud to, get along. まあ、well はあってもなくてもいいと。get along with, うまくやっていくっていうね。get on でもいいかな。get along with, 人か。people。people でもいいし、まあ、人間って意味で humans でもいいかな。
もしくはここにアソシエイトウィズでもいいか。ね。あと、メイクフレンズウィズでもいいね。もしくはメイクの代わりに be でもいいか。to be made, あ、じゃあ、be friends with, もしくは to make friends with でもいいです。ね。これうまくやっていくって意味やけど。まあ、友達になるって言い方でもいいです。ね。猫はプライドが高すぎる、プライドが高すぎるので、人とうまくやっていくことができないかもしれないと。頭に maybe つけておくと。で、操作と古文だったら、cats are too proud, so, that they may not, they may not get along well with people ね。っていう風な形にしてください。いいかな。あともう一個、こっちにあります。次の回文の、じゃあ行きます。これ、ここに入るのは何ですかってことか。私たちは、来週、カミングアップは近づいてるってことですね。ということは、もう一つの英語のテストが近づいてる。もうすぐ英語のテストがあるよと。で、be fed up with なので飽き飽きしてると。英語の勉強するのもう飽きちゃったと。本当と。私たちは、これ、まあ、be が get になってるだけで、英語を勉強するのに飽き飽きすることなんてありえないよと。それは、学ぶのに重要な言語だと。だここにはなんか、英語勉強せんといけんよみたいな形の、ね、何でもいいと思うんやけど。あ、で、ここに you are right. 君正しいねと。それが私たちが英語を勉強しなければならない理由の一つだ。だから、英語勉強せんといけん理由をここに入れちゃえばいいんか。ですね。だから、英語を勉強するの大切だよみたいな形。なんか理由をつけとかんときんか。理由がいる。reasons があるから、理由をね。まあ、いろんな場面で使えるよと。何しようか。外国の人たちとコミュニケーションを取れるようにしましょうか。you can, これ you でいいんかいな。you で、まあ you でいいな。まあ私たちはでもいいか。we can, communicate with, a lot of people, 実数稼ぐんだったら a lot of people を around the world と。世界中のと。3、4、5、6、7、8、9、10、11。まあいいか。で、もしくはまあ、さっきのメイクフレンズ with them ですね。あ、で、英語か。英語を使ってと。with、まあ、using はあってもなくても、using English と。だから with English、もしくは with using English ね。英語を使うことによってと。っていうのを入れちゃえばいいと。まあ、こんな感じのやつを入れればいい。簡単なやつね。で、正しいよ。それが理由だね。しかし、私たちが、もう一つの外国語を勉強することができるならば、仮定法ですね。何語を選びますかと。で、なぜそれを選ぶんですかと。で、なんか、選んだ理由を入れて、私はそのことを知らんかったと。これ、メイクイットってうまくいくって意味。うまくいく、成功することを祈ってるよ。と。意味ですね。ということは、なんでね、フランス語ですね。フランス語。もしサッカー好きだったら、まあ、サッカーで行きましょうか。サッカーだったら今何語かいな。やっぱ英語。でも、イングリッシュプレミアリーグは、の次は、イタリアンかな。イタリアンでしょうか。じゃあ、何語選びました?じゃあ、I would, 私ならば、これ would ってのは will でもいいですよ。家庭語だから would にしてる。私ならば、これこれするでしょうって意味が would ね。I would choose イタリアンって。もしくはイタリアンラングイッチ。で、because と。で、なぜそれを選ぶんですかと。because I like カルチョ。カルチョってイタリア語でサッカーって意味だけど、フットボールって意味だけど、I like イタリアンサッカーと。まあ、まあ、向こうは、ヨーロッパはサッカーって言わずにフットボールって言うけど、イタリアンフットボールでもいいか。フットボール。ボール and イタリアのサッカーを現地で見ることができるよと。もしくはまあイタリア and ごめん確かで and I will 何でしょうか。イタリアの友達とまあもうイタリアのサッカー選手か。 I will I may be able to
メイクフレンズ、もうメイクフレンズ with ばっかり使うと。メイクフレンズ with イタリアンフットボールプレイヤーと。フットボール。in the future と。まあ知ってる単語全部書いておけば。将来イタリアのフットボール選手と友達になれるかもしれないと。まあそれで十分ですね。ね、まあもしくはイタリアの料理が好きだから、イタリアでインイタリ、イタリアの、本物のリアルね、本物のイタリア料理をイタリアで食べたいと。っていうふうに書いてもいいしね。まあ、まあこんな感じでいいと思います。はい、じゃあ以上。